なんか勉強のほとんどって暗記じゃん。結局人間って忘れるし、復習って絶対必要だと思うのよね。ということで今日は坪田先生に復習、一番いい方法を教えてもらいたい。ビリギャルタンだよ。皆さんこんにちは、ビリギャルのさやかでーす。坪田先生でーす。ニンニン。もう何、念ずるようになったんだよ。じゃあ今回のテーマは何でしょうか。今回のテーマは復習の仕方、はい、なるほど。イエーイ。復習なんかさ、復なんか体育会系なんか勉強のほとんどって暗記じゃん。はいはいはい、そうですね、うん、暗記ってさ何回もやんないと無理じゃん。だしさ、なんか一回インプットしたものもさ、なんか以下は分かったつもりなんだけど、1年後聞かれたら全然覚えてねみたいなのもあるしさ、うんうんうん、だからやっぱり結局人間って忘れるし、あの、うん、抜けるから復習って絶対必要だと思うのよね。はい。ということで今日は坪田先生に復習、一番いい方法を教えてもらいたい。なるほど。さやかちゃんはどんな風に復習してるんですか。私はなんかどっかで、うん、あの、なんだったっけ、あの記憶力があの低下するあの法則、はい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 、はい、ありますね、はい、ありますよね、うん、あれをなんか聞いたことがあって、なので、うん、単語を、例えば単語を1日50個覚えたとするじゃん。その50個を次の日にもう1回確認するっていうのをやってて、うん、で、1週間後にもう1回やる、うん、サイクルをこうその感覚で回せるようにやろうと思ってる。なるほどね。うん。で、やってんの？やってねえな。じゃ今日、あの、最適な復習方法を聞いてから、やろうか、君。それをやる。いや、そうなんですよ。いや、でね、これね、もう本当にすごい僕は重要だと思うんですよ。結局、みんなね、復習の仕方っていうのが分かってないし、そもそも復習とは何なのかが分かってないです。よくさ、うん、学校とかさ、塾とかでさ、うんうん、復習してこいよって言うやん。言われるやん、うん。でもさ、復習の仕方って習ったことなくない？確かに、不親切だわ。え、復習ってもう一回やることじゃないの？じゃあさ、それは1時間かけてやった授業っていうのをもう一回見ますよみたいなことってこと？同じことをもう一回やりますってことなのか？自分がそれをちゃんと理解してるかどうかの確認作業。ああ、自分が理解してるかどうかの確認作業、うん、で、その確認作業ってどうやってやってんのってことじゃない？うん、まあ、でもだってさ、自分がさ、理解してるかどうかってさ、まずさ、うん、判断しないといけないじゃないですか。うん。うん。で、どうやって判断してんの？隠す。いいね、いいね、いいね。散々今考えて、隠すって。ということ、隠すってことはさ、結局やっぱりさ、やったやつっていうのを全部もう一回やらなあかんってことじゃない？で、それを全部隠してやるってことでしょ？そう。ってことはやっぱ同じことをもう一回やらなあかんってことだね。あ、はい、わかった。はい。できてないところを見つける。うん、どうやって見つけるの？だからもう一回全部やるってこと？隠す。そんなね、一回受けたと思ってね、二回も三回もね例えばじゃあ1時間のなんかまあ勉強したとするじゃない？うん。で、じゃあそれを仮に、じゃあそのなんとかの記憶の忘却曲線に合わせて、じゃあ20なんか48時間後とかさ、1週間後とかにさ、もう一回それを隠しながらやるってなる。そうなりますね、そうなりますね。ですよね。じゃないとさ、うん、やったやつっていうのがどれが理解してるか理解してないか分かんないでしょ。分かんない。じゃあさ、もう一回言うけど、それ復習って1回でいいの？何回もやらなきゃいけない。何回やんの？5回ぐらい。ちょっとさ、あの、動揺して投げやりになるのやめてもらっていい？復習って大事って言いながら、うん、分かってないですよ、やり方。確かに。いや、みんなぜひ考えてほしいのよ。復習ってどういうもので、どれくらいの頻度で、どれくらいのタイミングで、具体的にどうやるのかっていうことを明確に言えますかって話です。言えません。ですよね。言えないです。で、じゃあ、これね、僕ね、学校の先生とか塾の先生とかにもね、ぜひ聞いてほしいんですよね、それを。
確かに言える人どんぐらいいんだろう。そこをちゃんと明確にまず定義付けできてる人っていうことがまずいるのかいないのかっていうのを把握した方がいい。でね、これね、はっきり言ってほぼいないはずです。なんでかっていうと、なんかもう自分は自分のなんてやり方っていうのでなんとなくやってるからだし、実はほとんどの人っていうのはある意味復讐っていうものを本当に意識的にはやってないからなんですよ。なぜかというとめちゃくちゃ膨大だから。だって例えばさ、学校の授業でもそう、小学1年、2年、3年、4年、5年、6年、中学1年、2年、3年、高校1年、2年、3年、大学1年、2年、3年、4年とかってさ、ある程度その教育の期間の間に学ぶことっていっぱいあるじゃない？うん。じゃあさ、小学1年生の子が2年生になりました。うん。何を復習しないといけない？1年生？そう、1年生の内容なんです、うん。2年生の内容をやりながら、しかもやったやつを復習しながら、1年生のやつを復習しないといけないはずですよね。もう大変。はい、じゃあ今度3年生になったら？ 2 年生。1年だけじゃないね。だって1年のやつもそうじゃん。だって1年のやつだって全部覚えてるわけじゃないでしょ？そうだね。だから3年生のやつを新しくやりながら、3年生で習ったやつっていうのをまた復習しながら、うん、直前まで習ったやつ復習しながら、1年生の内容も2年生のやつも復習しないといけないじゃない。もうじゃあ高校生の時なんか死ぬじゃんね。その通りなんですよ。大学高校3年生とかになったらさ、小学1年、2年、3年、4年、5年、6年みたいな、うん、で中学1年、2年、3年、高校1年、2年のやつも全部復習しなくちゃいけなくなるわけですよ。やばいじゃん。そういうことなんですよね。大前提が、人間ってやっぱやったことを忘れちゃうから、忘れるってことを大前提に、やっぱり復習っていうことを考えていかなくちゃいけないんだけれども、うん、その復習のやり方ってこと自体がまず確立されていないので、うん、こういう感じでね、うん、小学土台みたいなのがの上にさ、どんどん積み上げていくわけじゃないですか、うんうんうん、でその中でさ、これ穴みたいなのがさ、うんうんうん、土台にいっぱい穴がこう開いてきちゃうわけですよね、うん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 、でそうするとその上に穴を積み上げていくと何が起こるかっていうと、当然グッとこう崩れる、崩れてしまうんですよ、うん、だからこの穴っていうもの、まあでも穴ができるのはしゃあないわけ、みんな一発で何かやったら必ず全部もうそこで固定させますなんてのは無理なんで、うん、この穴っていうものを発見して埋めていく、うん、作業っていうものをするっていうことがいわばまあ復讐なわけですよね。そのためにはどういう手順で何をしたらいいのかっていうことっていうものをまず把握しないといけないわけです。さやかちゃん的にはじゃあ今ここまでのを踏まえて何が必要だと思います、うん、何が穴なのかを確認する、うん、どうやって、隠すじゃないでしょ結局また隠すってまた元に戻ってしまう話になっちゃうどういう方針でどういうルールでどう復習しているんですか、うん、例えばちょっと見てくれる？私そのやっぱさ、この前以前の動画で英語の喋、うん、れるようになる、聞けるようになる、読めるようになる、書けるようになるのためにはもう単語が一番重要だって先生が言ったじゃん、うん、だから単語頑張ってんだけど、うんうんうん、例えばその単語のやり方ね、うん、一回分かったと思ったらマーカー引いてんの、これはいはいはい、1ヶ月後もう1回戻って、まあ、最初からやると引いてあるはずのやつが全然わかんないので、そこの横に結局星つけてこうやって、うん、でいやこれは引いてあるけど分かってないよっていう印つけてもう1回やってんの、うん、でこのやり方絶対私非効率だろうなと思いつつやってるので、この星を消すっていう方向にしたの、はい、これが私の復習の仕方いやいや別にそれが間違ってるわけじゃないし、いやだから正解を教えてほしい。その復習の目的っていうのは、学んで忘れたやつっていうものをもう一回こう身にしていくっていう作業だから、うん、そうなってるんだったら別に極端な話何でもいいと思う。別にさやかちゃん的にはそれで大丈夫なんですよね。いや大丈夫じゃないんだよ。だから正解を教えてほしい。うんだからそのね、そういうその正解を教えるみたいなのが嫌なんだよな、俺は教えたくない。あ、ほら出た。すごい考えさせて自分で見つける作戦でしょ。いや、だからやっぱこれ考えないとダメなの、うん、だから僕は今回まず前編で言いたいのは、僕もちろん後編で次回の動画でね、うん、僕が思う復習っていうものはこういうふうにする、うん、した方がいいと思いますっていうのは僕なりの、考え方っていうのは当然僕のさ定義で言いますんで、でそれは結構僕は参考になると思うし、うん、なるほどなって思うと思う、うん、
だけど、これを見てる、うん、じゃあ、受験生だけじゃなくて、親御さんとか、あるいは教育関係者の人っていうのは、一回このタイミングで自分にこう、胸に手を当ててですね、うん、あれ生徒さんとか、あるいは自分で、よし、今日復習頑張ろうとか、復習したとかって言ってたりとか、うん、あるいは、復習してるとか、復習しなさいよって言ってる割に、それが具体的に 何っていうふうに、明確にちゃんと言えるのかどうかっていう、そこを、あのですね、ちゃんとこう過剰書きみたいな感じでちょっとやってみたいんです。やってみてほしいんですよね。やってみて。みんな。ぜひ。私はこの後すぐ聞けるからいいんだけど。いや、ちゃん、お前がまずあれや。いや、今お前がって言ったのは、今この流れのボケツッコミで言ってるんで、普段からこうやって言ってるわけじゃないですからね。サボろうとした。さやかちゃんのお父さんとお母さん、すいません、なんかお前とか言っちゃって。申し訳ないです。いいよ。じゃあみんなちょっと一回考えてコメントに残しといてもらおう、はい、そしたら。そうそう、あ、いいですね。ね。復習ってのはこれですと。うん。正解は別にないもんね。はい、先生なりの定義なだけだからね。うん。だけど、まあだからそこをちゃんと定義できてたらいいと思うんですよ。うん、で、それがちゃんと効果的ですっていうふうに、ちゃんとこう、実体験として持ってるっていうのがあればさ、それはこれが正しい、これが正しくないわけじゃなくて、もう使えたら全部正解なんで。うんうん、じゃあ復習とは何かの定義とやり方、はい、をみんな実際どういうふうにやってるかでもいいですよ、はい、うん、考えてちょっと恐れずにコメントしてみて、はい、はい、でこれをじゃあ本当に僕が来週に後編を出すかどうかは分かりません。やばなんだそりゃすげえモヤモヤ残ってこれなのかなーっていう感じで、はい、これも心理学的でサイガルニック効果ってやつですね、はい、はっきりさせない、そうそう、完全には終わらないってやつですね、もやもやさせとく、はい、大丈夫、私が後編出させるから待っててみんなじゃあ前編はこちらで、はい、前編、え、前今前編って言ったよね、え、前編じゃないの、前編です、前編かだって後編って言うから前編かなと思うじゃん日本語むずいな、はい、はい、復習の仕方の前編でした、前編でした、ありがとうございました、ありがとうございました、コメント待ってるよ、チャンネル登録もお願いします、バイバイ、バイバイ。